行くぞ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。おい、マジンブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかった、わかった。なんだおめえ、そんなに強いのに。バビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろう。おしまい。な、ユワク。ヤッホー。ドシーン。すごい。面白かったぞ。おい、許さねえぞ。おい。お前、もうおしまい。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろう。さあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。おっ、あっ、どうだ。おっ、えっ、あっ、めっ、あっ、めっ、あっ、スーパーワーだ。さっさとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。勝負はこれからだ。だお前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だな。何グズグズしてるんだ、魔人ブー。そんなつまらんやつさっさと殺せよ、薄なら。一時はどうなることかと思ったが、どうやら魔人ブーは平和に馴染んで暮らしているようじゃな。いがった。大丈夫だと思ってたけんどよ。あのまま殺しちまったら、持てねえかな。もったいない？魔人ブーのやつ、オラのスーパーサイヤ人3にも負けねえくれ。強かったんだぜ。あいつがもしご飯やゴテンたちのライバルになってくれたらって、そんな風に考えたらよ。はあ、もったいないからという理由であの魔人ブーを許そうとするのはお前ぐらいなもんじゃ。だってよ、ブーは悪いやつに使われてただけだしよ。
ただの悪いやつだった思えなかったんだよな。魔人ブーもお前さんに対しそう思ったのかもな。ただの良い子ちゃんじゃないと。そうかもな。でもやっぱ魔人ブーともう一遍くれ全力でやりえたかったな。何にも気にせずにとことんよ。